はい、こんにちは、116インズです。 MLB では今シーズンの各賞の受賞者が発表されまして、木曜日にはサイヤング賞、 AL ではインディアンスのシェーン・ビーバー、そして NL ではレッズのトレバー・バウアーがそれぞれ受賞しましたが、金曜日は一番の注目である今シーズンの MVP 選手が発表されまして、 AL ではホワイトソックスのホセ・アブレイユ、そして NL ではブレイブスのフレディ・フリーマンがそれぞれ受賞しました。どちらの選手に関しても今シーズン素晴らしい成績を残しましたし、またホワイトソックス、ブレイブスの両チーム今シーズンプレイオフに進出しましたが、アブレイユやフリーマンのバッティングを抜きにしてこの2チームのプレイオフ進出というところは語れないと思いますので、個人的には極めて妥当な MVP 受賞だったのかなと感じています。そしてこういった MVP やサイヤング賞の投票において、もちろん誰が受賞したかというところも非常に大事ではあるんですが、個人的には誰に投票が入ったかというところも楽しみにしている部分があります。こういった賞は記者の方たちが投票して決めるわけですけれども、プロの記者から見て今シーズンの MVP やサイヤング賞の議論にふさわしい選手たちに、まあ、投票していくわけですから、ある意味記者たちの考え方というところが投票に見えてくるわけですよね。で、今ご覧いただいているのが NL の MVP の投票結果となるんですが、まあ、そうそうたるメンツが並んでいますよね。MVP を受賞したフリーマンをトップに、ベッツやマチャド、タティスジュニア、ソト、オズーナ、ターナー、今シーズン大活躍しましたヤストレムスキー、それからコーリー・シーガー、サイヤング賞に輝いたバウアー、他にもダルビッシュ選手の名前もありますね。本当に MVP 投票されるだけにふさわしい活躍を見せた選手たちが並んでいますね。ランキング下の方も見ていきたいなと思いますが、ゴールドシュミット今年だいぶ数字戻しましたよね。ブランドンベルトもそうですし、ウィル・マイヤーズもそうでしたね。他にもマックス・フリード、イアン・ハップ、ダンズビー・スワンソン、ライアン・テペラ、テペラって今年なんかしましたっけ？まあ私の記憶が間違っていなければ、カブスのリリーフとして、まあそれなりの活躍は見せたと思うんですが、ただここの下にも出ているデビン・ウィリアムスほどのセンセーショナルな活躍を見せたい記憶はないんですけれども、どうして MVP 投票で票が入ってるんでしょうね。自分の記憶違いだったらまずいと思ったので、テペラの成績の方を確認したんですけれども、今年カブスと1年総額130万ドルとかなり安い契約を結びまして、で開幕ロースターには入れなかったんですが、途中で昇格しまして21試合で防御率 3.92、 登板の履歴なども見てみると結構様々な場面でカブスはこのテペラを起用していたようですので、チームとしてもブルペンのピースとして重宝していたとは思いますが、ただ本人には申し訳ないんですけれども、成績を見る限りとても MVP の票が入るような成績ではないんですよね。では今回このテペラに票を投じた記者の方は一体何を考えていたんでしょうか。幸いなことに MLB のこういった賞の投票では、どの記者が誰に対して投票したのかがすぐわかるようになっていまして、今回テペラに票を投じた記者もすぐ判明しました。今回テペラに票を投じたのはカージナルスの番記者のリック・ハンメルという方なんですね。長年カージナルスの番記者を務めている方でして、その期間はなんと40年以上、その功績が認められ、2007年には野球殿堂入りを果たすなど、どうも素晴らしい記者のようなんですね。ではどうしてそんな素晴らしい記者が今回テペラに票を投じたのか。私個人が考えたのはカージナルスの番記者でしたので、まあ、もしかしたらカブスとカージナルスの試合でカージナルス相手にテペラが素晴らしいピッチングをして、そのイメージが強く残っていたのかなと思ったんですが、ただ今シーズンのテペラカージナルス戦2試合に登板して防御率 7.71 と結果が出ていませんので、まあその線もないと。わざわざカージナルスの番記者、しかも野球殿堂入りを果たしているレベルの記者の方が、今回わざわざカブスのリーフピッチャーに対して MVP の票を投じたわけですから、何かしら理由があるんじゃないかと思って続報を待っていたところ、その理由が判明しました。なんと実に単純な記入ミスだったそうなんですね。もうなんか真面目に考えたのがバカらしくなっちゃったんですけれども、MVP などのこういった賞の投票は、今ネットを介して行っているらしく、で、選手を選ぶ際には自分たちで名前を書くんではなくて、プルダウンの選択欄からその選手を選ぶという方式らしいんですね。まあよくありますよね。クリックしてこう一覧がバーっと出てくるような。そんな仕組みだと思うんですけれども、今回このハンメル記者は本当はナショナルズのトレイターナーに投票したかったらしいんですが、選択を誤って名前の近いライアン・テペラを間違えて押してしまったと。で、最終的に自分が誰に投票するかというところもあまり見直しはせず、そのまま提出してしまったため、今回テペラに謎の MVP 票が入るという事態となってしまいました。
まあ言うほどトレイ・ターナーとライアン・テペラの名前って近いかと思いましたけれども、私自身もプルダウンの選択式ですとよく押し間違いをしますので、まあ間違えて押してしまうという気持ちは少しはわかりますね。ただ今回ハンメル記者は間違えてテペラに票を投じてしまいましたが、これは当然有効な票としてカウントされましたし、後から間違えましたと言って票を取り消すこともできません。今後ライアン・テペラという選手のベースボールレファレンスのページには、彼の2020年のシーズンのところに MVP 投票18位に入ったということが永久に記載されることになるでしょうし、後世の人からすればどうしてこのテペラに票が入ったのか疑問に思うかもしれませんね。そこで今シーズンのテペラになんとか MVP 候補になりうるだけの要素はないかというところを頑張って探してみたいなと思います。本当にあるんですかね。では MVP 要素として何を探していくのか、まあ、個人的には今シーズンのテペラの強みから探していくのが良いのかなと考えました。今シーズンのテペラ奪三振率が結構大幅に上がっていまして、今季の奪三振率 13.5 と、これだけ見れば MLB でもなかなかのリリーフなんじゃないのかなと思いましたし、実際奪三振率 13.5 と、それから K パーセント 34.8% というのはいずれもキャリア最高の水準で、ここまで三振を奪えるようになった背景として今シーズンカッターの使用率を上げたことが要因として上がるのかなと思いました。昨年は 33% 弱だったカッターの使用率が今シーズンは 43% を超えまして、昨年と比べてカッターの使用率10ポイント以上も上昇しているんですね。テペラはキャリアの序盤カッターの使用率が 40% 程度ありまして、で近年その割合が落ちてきていましたので、どちらかといえばキャリア序盤ぐらいのカッターの使用率に戻したという方がもしかしたら正確なのかもしれません。そしてこの使用率を上げたカッターがテペラのアウトピッチとして非常に今季機能していました。こちらは今季のテペラの球種別の成績となるんですが、カッターの XWOBA が一番彼の球種の中で良い水準となっていますし、また際立つのは空振りの多さですよね。空振り率に換算するとなんと 62.2%。 MLB のバッターたちがテペラのカッターに対して5回バットを振ればだいたい3回は空振りしてしまうという恐ろしい球種となっています。当然ながら彼のカッターの空振り率は MLB 全投手のカッターの中で最も高くなっていまして、テペラは MLB 屈指のカッターの使い手であることは間違いないでしょう。実際テペラのカッターはいい時はベースの本当に手前のところからバットから逃げていくような軌道を描いていまして、これはバッターからすればなかなか速球とカッターの見分けというのは難しいだろうなと感じるような球種ではありましたね。このカッターの素晴らしさでなんとか MVP 候補になり得ないでしょうか。まあ難しいか。まあテペラカッターは非常にいいんですが、リリーフとしてはちょっと頼りない部分も多いんですよね。今季フォアボールが非常に多くて、与四球率に換算すると 5.2 個で、さすがにリリーフと考えてもちょっと多いかなと感じますし、WHIP も 1.40 と、やはりこちらの数字もリーグトップクラスのリリーフと呼ぶにはちょっと微妙な水準ですよね。思いがけない形で今季 MVP 票をゲットしたテペラ。彼のカッターは素晴らしかったとはいえ、やはり後世の人は今季のテペラがどうして MVP 票をゲットできたのか困惑しそうですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。